はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。つなげおやじでございます。で、今回は巣鴨駅周辺を探索してみたいので、ご視聴よろしくお願いいたします。またチャンネル登録、高評価、低評価、コメント欄もバシバシ入れてくれると、おやじの励みになりますので、よろしくお願いいたします。まずは北阿部区の方でご覧いただきたいと思います。この辺は昔、息子がね、三井市場がサッカークラブという、サッカーチームに入ってたんですけれども、そこでちょっと何日目にあるので今回撮影してみました。小学生の時だったので、まだね、15年ぐらい前ぶりなんですけど、まだ声優があります。駅のちょっと裏に入ると、ここピンサロ街だったんですよね。いや、やっぱコロナで廃れちゃいましたね。入っただけでこれか、コロナのおかげで恐るべし。
ちも美味しそうなのに、はい、来てしまいました。いい感じです。みんな開店準備中ですね。もう言ったらまあ定番中の定番と読み切り調で言ってみますか。こうやって一人で喋ってもすっごい恥ずかしい。それに外国人観光客者客さんがいらっしゃればこんな恥ずかしくないんですけどね。結構皆さん聞いてると感じがおかしいです。いないですよ。文化の違いですかね。ストールに息子を送ってはいたんですけど、こっち側には来てないんです。ちょっと楽しい。並ぶ店はすごい並んでますね。
通症というのはどれぐらい続くんだろう。相変わらずミニラジオ無計画日当たりパッと入れてる。健康長寿の酸素です。いや、ほんと赤パンツだけだって。いや、雨降ってきたもん。ちゃんと天気予報見てんだけどな。なんで私が撮影するときって雨降るんでしょうね。もしかして根っからの雨男やろな。雨降らないじゃん。もうとてもいいんだけど、ジンバルのカメラも生活防水とはいえやっぱり濡れるのはちょっと心配ですよね。湿地とか比較的そうですね。はい。まあ僕の地形とか。
いや、長い。この仕事になる、ほんと長い。あ、明石焼き、たこ焼き。焼きそば。大事だよ。よ。減ってきてるような気がする。気がしてるだけかな。蕎麦ばっか食ってるから、そう思ってるだけなのかもしれない。傘がないので辛いです。どんどん天気悪くなっている。足が。
どうやら戻ってみたいと思います。皆さんに出るところのあれが有名なエイタログですかね。勝手なイメージつけてます。もう今度は巣鴨の刺激マップ、こちらも一時停止してご覧いただけるとよろしいかと思います。本当は旧古川庭園についてですね。
パーティーにこの辺だったっけ。西ヶ原と駒込の間ぐらいだと思ったけど、参謀チャンネルじゃなくてグルメチャンネルにした方がいいんじゃないかっていう。
ガム周辺の案内図ですね。よかったら一時停止してご覧ください。トゲに非常に来ました。カメラ持ちながらだとやりづらいです。するとご利益あるかもしれません。これが飛び抜き術子さんなんですかね。ライカーの自分を触らうとご利益があるでしょうか。自分の自分を使う岩地っていうんですか、高岩地、名前は難しい。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、低評価ボタン、コメントなどバシバシいただけると私の励みになりますので、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。